南海五万系電車は南海電気鉄道の特急系車両。1994年9月4日の関西国際空港開港に伴い誕生した空港線特急のラピート用として投入された。1995年に南海の車両としては初めて鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞している。6両編成6本が在籍している。1994年9月に 関西国際空港の開港が決まり、関西空港から最も近いターミナル駅である南波に発着する南海電気鉄道も空港アクセス鉄道としての役割を果たすことになった。南海は空港アクセスの期間となる特急列車の運行を行うこととしたが、この新しい特急車両は関西の新しい発展にふさわしい車両であると同時に南海のイメージリーダー車両として 企業イメージを牽引する存在と位置づけたため、プランナーとして都市計画家の小田康博車両デザインは建築家の若林弘之に依頼し、車両製造メーカーである東急車両製造と南海の4社共同で開発が行われた。車両を単なる移動空間として扱わず、もてなしの心に満ちた空間でなくてはならないという発想のもと、車両全体に対して、 アクセスロビーというテーマを設けた。その上で、エクステリアでは、ダンディ、利、き、端正、信頼感、躍動感を具現化。インテリアは、エレガンス、洗練、美的、華やか豊かさ、ゆとりを具現化することを目指し、車両全体のデザインコンセプトとして、ダンディエレガンスが導き出された。南馬駅と関西空港駅を最短十九分で結ぶ高速性能を、また、 航空旅客に対しては、リベント居住制を追求した。さらに、航空便のチェックイン業務と航空で荷物の予託業務を行う大阪シティエアターミナルが、南海南ン駅構内に設置されることになったため、これに対応した荷物室の設置も行うこととした。全面非貫通型の6両固定編成で、旅客案内上では、関西空港行きの列車での先頭車は1号車となる。 それぞれの設備については口述する。基本構造は普通構成とし、車体長は他の南海の車両と同様に2万ミリメートルとしたが、先頭車では車体長を2万1500ミリメートルとした。また、それまでの南海の車両の車体幅は最大でも2744ミリメートルであったが、本形式では居住性の向上を図る目的で2850ミリメートルとし、 それまでと比較して 100mm 以上の大幅な拡大を行った客用扉は各車両とも一箇所で、奇数号車では難波より、玉数号車では関西空港よりに配置した、車音性と機密性を向上するとともに、車体外反との段差を解消するため、プラグドアを採用したほか、扉については軽量化のためにペーパーハニカム構造とし、内外とも、 アルミニウム合金製とした。また、日本人よりも体格の大きな日本国外からの旅行者や大型手荷物の傾向を、さらに車椅子での利用にも考慮し、各扉とも幅1000ミリメートルとした上で高さは1900ミ、mm、リメートルを確保した。ドア開閉は空気式であるが、車速信号作動式のメカニカルロック装置を設けており、走行中に、 空気源が喪失してもドアロックが維持される。客席部分の車両断面は楕円にする予定であったが、整備工場には従来の四角い車両に合わせた通路しかなく、楕円の車両だと隙間ができ、車両上部の点検が危険という理由で四角形に変更された。側面窓は、楕円形先頭形状は斬新でダイナミックなデザインとし、スピード感と力強さを表現するため、 従来の枠にとらわれない、レトロフューチャーという発想を原点とした上で、ハイテクなイメージを抑え、鉄道車両本来の重量感を重視することで、海外に飛び立つ躍動感を表現するとともに、航空機の流線型のイメージと重ね合わせ、見る人に感動を与えるフォルムとすることを狙った。正面の投下類は、先頭部の側壁にフィンを設け、その中に埋め込む様式とした上で、 ライトから続くように砲弾型の飾りを入れた。正面窓にはセンターピラーを設けたほか、配照機には飾りナットを配置した。正面窓のガラスは二次局面ガラスで、当初の計画では三次局面ガラスを採用する予定であったが、三次局面ではレンズ効果が発生し、運転席からの距離感が狂うと、運転手から意見が入り、断念している。側面窓は、 列車と航空機のイメージを融合させ、空港特急としてシンボル性を強調するために、すべて楕円型とした。一部の窓に楕円形の窓が使用された前例はあるが、ほぼすべての窓を楕円型で統一した車両は、日本では本形式が初めてとなる。グレーの服装ガラスを使用し、シートピッチに合わせたユニット構造とした。また、楕円型は窓ガラスにとどまらず、 車内外の各所に共通のエレメントとして使用されている。外部塗色は海上から空へ飛び立つという関西空港の特徴を表現するため、空と海のきらめき感を表現することを狙った深みのある色合いとした濃紺色とした。これはラピートブルーと呼ばれ、鉄道車両ではあまり使用されることがない、キララ入り塗料を使用している。屋根状の FRP 製クーラー着せについてもブルーで、 統一している。各車両には号車番号表示、種別表示器行き先表示器を設置したほか、スーパーシート車側面には、スーパーシートのロゴマークを、先頭車側面には、ラビ、T のロゴマークを取り付けた、客室、編集通路上に設置された、車内表示機客室は、レギュラーシート車、スーパーシート車とも開放型客室となっている、客室と出入台の間には、 上下2段の荷物置き場を設置した。出入台から荷物置き場の間には仕切り壁を設け、幅 1090mm の両開き自動扉を設置した。仕切り扉には楕円形の曇りガラスを設け、中央でに分割されるようにした。荷物置き場と客室の間には半楕円形状の仕切りを設けているが、ここはオープンタイプとして仕切り扉は設けていないため、客室内から 荷物置き場を直接目視することが可能である。この貨車の通路幅は9 0 0、mm、トルである。客室内は天井を床面から2 3 6 0ト、mm、ルとし、荷物棚も含めた天井形状は半田円型とした。客室内照明は光の円柱をイメージしたアクリル製円筒型の直接照明を車内天井の中央から吊り下げたほか、 側面窓髪型の荷物棚の部分に設置した間接照明を併用し、さらに電球色の蛍光灯を採用することで落ち着きと安らぎのある車内空間を演出することを図った。客室内の配色は窓枠の可変より上部をサーモンピンク系とし、窓の下部壁面と妻壁面、床、座席の肘掛けについては木目調とした。座席上の荷物棚は、 ハットラック式と呼ばれる旅客機と同様に蓋を設置した方式とした。ハットラックの取っ手は楕円形である。側面窓の日置についてはグレーのロールアップカーテンを採用した。車内表示器はモニター装置の指令により表示変換器が側面表示、車内表示器を制御する1000系及び1万1000系で実績のある LED 方式が採用されている。車内表示器は 客室内仕切りの通路上に設置され、国際空港へのアクセス特急という検知から二段式として、上段に和文、下段に英文が表示される方式とした。座席、編集スーパーシートの座席座席については、レギュラーシート車は両側二人掛け、スーパーシート車では一人掛けと二人掛けを組み合わせた回転式、リクライニングシートとした。 座席の客台は楕円型として足元の空間を極力広くすることを狙った。また、フットレストは設置せず足元へ荷物を置きやすくすることを図った。座席肘掛けには楕円形の収納式テーブルを組み込んだ。客室内は当初より禁煙のため灰皿は設けられていない。レギュラーシート車は座席間隔を 1030mm で設定し、 座席の有効幅は 460mm とした。座席表地はサーモンピンクとグレーのキルティング縫製で、枕カバーはブラウン系の配色とした。スーパーシート車では座席間隔を 1200mm に設定し、座席の有効幅は1人掛けを 480mm、2人掛けでは 485mm とした。座席表地はキャメル色とグレーのキルティング縫製で、 枕カバーはグレーとする配色が採用された。出入台等、編集出入台は、空港特急のエントランス部と位置づけられるため、視覚的なイメージと連鎖して、グレード感と快適性を高めることを図って、SSD と呼ばれる音響デザインを導入した。SSD は、サウンドスペースデザインの略で、音以外の要素との調和を意図した音を創作する、ことで、 快適な印象とサイン性を提供する意図がある。また、運行開始当初は喫煙コーナーとしても機能することとなったため、灰皿と換気扇を設置した。1号車、3号車、6号車には当初は、出入台部にカード式公衆電話が設置されていたが、現在は撤去されている。6号車の出入台には、サービスカウンターを設置した。サービスカウンターは、 楕円形のカウンターテーブルを設置し、カウンター内にはアテンダントが使用するための放送装置やパンフレットラック、スーパーシート利用者へサービスするためのソフトドリンク用冷蔵庫を設けたほか、物品収納だな、業務用ゴミ箱を配置した。また、緊急時の連結装置もサービスカウンター内に収納されている。3号車では自動販売機を設置したほか、 車内用の折りたたみ式車椅子を収納した CAT 荷物室編集4号車の南波側車端部には南波 CAT でチェックインした旅客の荷物を託送するための荷物室を設置したこの荷物室はスーツケース12個程度が積載されたカートを4台まで収納可能で車内通路を挟んだ両側に設置された車内通路とはシャッターで区切られ 社外には専用の荷物扱い用扉が設けられた。社外の荷物扉は連結面に設置された専用のドアスイッチにより開閉する。荷物扉、シャッターともに荷物扱い担当者が専用のキーを使用しないと開閉できない。乗務員室、編集乗務員室は乗務員の居住性、操作性、視認性を重視した結果、室内では、 床高さを4 8 0ト、mm、ル高くした運転室部分と客室やホームと同レベルの車掌室に分離されている。運転室と車掌室を結ぶ通路階段の両脇には各種機器を収容するため危機器規制を設けた。この危機器規制には非常時に駅のホーム以外でも側面出入り口から脱出するための非常用はしごも搭載した。運転台については 基本的には線形と同様の軽基板を採用し、主管制御機についても、線形と同様の2ハンドル方式である。その他設備、編集3号車の客室内には、車椅子スペースを設け、車内移動を考慮して、車内移動用の折りたたみ式車椅子も用意した。連結面部分については、見つけの向上と走行音の低減の意味で、化粧パネルホロを採用した。ただし、 4号車と5号車の間については設置していない。制御方式は、1000系よび2000系で実績のある PWM 型、VVVF インバータ制御方式が採用された。周変換素子に 4500V2500A の、高耐圧、大電流仕様の GTO サイリスタを使用している。このインバータ装置については小型、軽量化と保安度の向上を図るため、 低損失デルタ C 砂バ回路の採用やフィルタリアクトルの小型化、限り流抵抗器の省略など、種々の方策が取られている。また、全デジタル制御による高速かつ高精度な制御を行う回路構成として、乗り心地と安全性の向上も図られているほか、特急列車としての運転に適応するために、低速運転機能も設けた。 一台の制御装置でカゴ形参照誘導電動機四台の制御を行う主電動機は出力1 8 0ットの丸型枠保護型自己通風式カゴ形参照誘導電動機を採用した時速1 0 0トル以上でも十分な加速力が実現でき時速1 3 0トルでの運転も可能な容量を確保した制動装置は 電気演算式の電力改正制度併用、全電気指令式電磁直通空気制度で、電力改正ブレーキの使用時には、ほぼ全車両のブレーキ力の負担を可能とした。駆動装置はたわみ以下継ぎて式平行カルダンを採用した。波数比は85、14に設定し、設計最高速度は、時速 120km である。台車は、枕針を省略した、ボルスタレス台車で、 基礎ブレーキ装置については、ユニットブレーキを採用し、重量の軽減と保守の簡易化、さらに機械効率の向上を図った。終電装置は2号車と5号車に、下枠交差系パンタグラフを、各車とも2機設置した。補助電源装置は1号車と6号車に149馬の静止型インバータを搭載し、自社を含む3両分の給電を行う。相互に、バックアップ機能を有し、 異常が生じた場合は正常に動作している装置から重要不可分の給電が行われる。空調装置についてはプログラマブルコントローラーを用いてそれぞれの場所に応じて個別に空調制御が可能となっている。乗務員室の列車モニター装置から空調指令を行うと各車両の床下に装備された冷暖房制御機によって制御される。冷房装置は1台あたり1 2 3キロワットの 能力を有するユニットクーラーを各車両とも3台搭載した集約分散式で容量3 2キロワットのシーズヒーターを内蔵している。暖房装置については各車両の座席か客台にシーズヒーターを2台ずつ設置しているがスーパーシート車では座席数自体が少ないため側面窓の下に埋め込み式のシーズヒーターを設けている。また、出入り台と便所には 温風式暖房装置を設けた。運行開始に合わせて、6両編成が6、編成製造された。車両番号は、各編成とも末尾が1から6までで揃っている。運行開始以来、特急、ラピート専用となっている。予備編成に余裕があるためイベント時に、和歌山市や三崎公園への乗り入れ実績があるほか、車両検査の際には、千代田工場に入場するため、 高野線を走行する。2015年10月10日には、仙北高速鉄道公明池車庫で行われた、仙北トレインフェスタでの臨時運行と車庫での展示のため初めて、仙北高速鉄道線を走った。ナンバ CAT は2001年に閉鎖されたため、その後は CAT 荷物室は使用されていない。また、2007年には、デッキも含めて禁煙となったため、 すべての灰皿が撤去された。泉佐野市70周年筋肉マン40周年友情タクラピート2004年2月より、統計式において、ラッピング広告の受付が開始され、以下の編成が、ラッピング編成となっている。機動戦士、ガンダム UC タイアップも、参照第5編成ハッピーライナー第5編成、スターウォーズ、フォースの覚醒後リニューアル車に設置された。 LCD 式車内案内表示機書記車の製造から20年が経過したため、老朽化対策とイメージアップを図るべく、最初に第一編成が2014年12月から千代田工場に入場し、2015年4月に工事が完了した。その後何度も試運転を重ねた後、同年6月8日には営業運転に復帰した。2016年には第三編成と第五編成。 2017年には第2編成と第6編成。2018年には第4編成が出場し、全編成のリニューアルが完了した。リニューアル内容は以下の通り、ありがとうございます。